はい、皆さん、毎度毎度。はい、柴ちゃん先生、コメント返しね。うちの動画見るようになってから、パーマのお客さんの仕上がりが早くなりました。昔の教わってたやり方は、まあ、キャップはいいけどね、遠赤入れて20分、これはおかしいよね。これはね、ディーラーがね、物を売りたいがためのね、情報操作にね、先輩が操られたんだろうね。ディーラーにね、遠赤外線入れられたらね、パーマが綺麗にかかるとか、へったくれとか、ムラがねえとかってね、刷り込まれて、本当に刷り込まれてね、ほんで、もう、先輩方々がね、だって遠赤ぶっこんで、で、やっぱり今、その当時の先輩っていうのは多分、ソバージュで育ってたと思うんだよね。で、ソバージュかなんかだから遠赤ぶっこんで、しっかりオーバータイムでかけてた。だ本当にね、パーマを教える人がいなかった。で、教えるとしたらね、ディーラーが嘘を教えて、遠赤売りたいがために嘘を教えて、まあやってたぐらいじゃないの？で、今はまあ情報化時代でいろんな情報が溢れてね、嘘の情報も多いけどね、化学変化の理論をね、理解してね、15分でやるようになった。1液15分っていうのは、健康毛なら15分でいいと思うんだよね。2ヶ月おき、3ヶ月おきにかけるおばちゃんパーマは15分じゃちょっと長いかもね。8分とか10分ぐらいで大体かかっちゃうよね。手触り等はすこぶるいいです。今まで遠赤入れて一液を吹きすぎていたので、カリッと硬い仕上がり。でもね、いろんなお客さんがいて、これがまたその硬い仕上がりがいいとかっていう人もいるよね。でも、チリチリじゃ嫌われるけどな。で、もしかして、システアミンで使ってるか？そんなこと、どうなんだろうね。まあちょっとわかんないけどね。今まで同じ条件なら1時間半ぐらい。1時間半でね、パーマ終わればね、早いよ、はっきし言って。遅い店なんか2時間、3時間当たり前だからね。本当にね、女の子の風呂じゃないけど、女の子の風呂って長いよね。中で何やってんのかなっていうぐらい長いらしいよね。あ、それと同じだよ。何やってんのみたいな。3時間もパーマ？お客さんに聞くとね、混んで立つたら、いや、私一人とかね、お客様が。そんで2時間以上かかるってのは何をしてるの？だからわざわざ時間をかけて、高い料金を取りたいがために、手間を増やすっていうの？入浴ドライカットじゃねえけど。でも1時間くらいっていうのは早いよね。うちが大体1時間10分くらいだよ。おばちゃんパーマ2人で巻いて。こうやってね、パーマ1時間なんて言うとね、俺の方がもっと早くできるぜとか言ってね、45分でかけられるぜとかっていう、そういうね、若者も出てくるんだけど、パーマはね、100メートル走とかね、スピード勝負じゃないからね、あくまでもね、自然体でやって、1時間前後で終わると。あくまでも自然体でやってね、急ぐことなく、ゆっくりやって、1時間ぐらいで終わらせる。やっぱり時間がかかるより早く終わった方がね、体が楽だよね、柴ちゃん先生ね。はい、お疲れ様でした。おいしいお肉、はい、あんた好きな鶏の皮、はい、おいしい。怒ることないだろ。怒ることないだろう。